Hey guys, こんにちは、アレックです。今はまあジムに来てトレーニングするんですけど、ちょっとその前に結構いつも聞かれる質問、どのようにして胸の筋肉を大きくするか、トレーニング動画上げてくださいって言われるので、ちょっとまず筋肉を大きくする、僕いろいろ最近すごいリサーチしてて分かったことが結構あったので、みんなとシェアしたいと思いました。僕は7ヶ月ぐらい前まではずっとジムに行って1週間に1回、その例えば胸だったら1週間に1回胸を鍛えてました。なのでジムに行って胸を鍛えるときはフライとかダンベルベンチなどインクラインなどもすごいエクササイズをたくさんやって、25セットとか30セットをやって、もう次の日も動けないぐらいすごい筋肉痛になって、4日ぐらい経っても痛くて、あ、これはすごい筋肉ついてるぞと思いながら1週間空けて、そのまた1週間後にトレーニングをしてました。僕はそういうトレーニングを2年ぐらいしてて、で7ヶ月ぐらい前に違うようなトレーニングをし始めたら、もうその7ヶ月ですごい筋肉がつきました。その2年間 やってた時よりも7ヶ月でつくことができました。なのでその今やってるトレーニング方法をちょっと話していきたいと思います。まずはその大きくしたい筋肉、まあ、この場合は胸ですけど、胸を週に2回3回は鍛えるということです。僕がリサーチしてて、筋肉が作られることをプロテインセンセシスと言います。プロテインセンセシスが起こっているときは筋肉が再生されてます。そのプロテインセンセシスが起こる時間はトレーニングの48時間後で終わってしまいます。48時間以降行ってももう筋肉は再生されてません。なのでその48時間、2日間、その2日間空けたらもうその筋肉はトレーニングしていいっていうことなんです。なので胸を3セット鍛えても10セットやっても48時間経てばもう再生されてるので、少ないセットをやってその2日3日後にまたすぐトレーニングできるように、痛くないようにやるのが一番効果的です。10セットやっちゃうとそんなもう1週間ぐらい痛くてトレーニングできないので効果的ではないです。ステロイドがやってくれることはその48時間をもっともっともっと長くしてくれます。なのでステロイドを使ったちゃんとしたボディービルダーは全然違うトレーニングが効果的なんですけど、僕たちみたいに趣味で筋トレをやってて、ただよく体を良くしたい、筋肉をつけたい、何も使いたくない、ナチュラルの場合はこのようにしてトレーニングを2回3回とか同じ筋肉を2回3回鍛えるようなトレーニングが一番効果的です。そして僕がこの7ヶ月間やってきた胸のトレーニング内容なんですけど、お見せするんですけど、まずはベンチプレスをメインとするということです。もうトレーニングの 90% をベンチプレスにしてください。でそして残りの 10% はアクセサリームーブメントって言うんですけど、そのやっぱりダンベルベンチを2セット入れたりとか、ダンベルフライを2セット入れたり、そういうのを最後に少しやるっていうトレーニングです。なので今日お見せするので参考にしてみてください。 Hey guys、 まずは60キロでウォームアップをしてます。ここでは10レップパパッと早くやりました。やっぱりとにかく筋肉を大きくしたい、すごいすぐつけたいっていうのであれば、本当に大切な動きはベンチプレス、デッドリフト、スクワット、オーバーヘッドプレス、その4つになります。で今回は胸なのでベンチプレスをやってます。今回は全部で5セットベンチプレスをやりました。5セットを5レップの重りで90キロでやりました。そして最後に2セット、その5セットベンチプレスをした後に2セットダンベルベンチをしてます。それも後でお見せします。でここではお見せしませんが、この日は他にオーバーヘッドプレスもやりました。肩の筋肉を鍛えるためですね。やっぱり同じ週に何回かその同じ筋肉を鍛えるには、その同じ日のトレーニングに違う種目、他の筋肉を鍛える種目も入れていかないとできません。僕はこのように5セットのベンチプレスをやって、
そしてその後にダンベルベンチを2セット、10レップ2セットやっても、また2日ぐらいしたらすぐトレーニングできます。でも人によっては僕と同じことをやってもまだ痛いっていう人もいると思うんで、自分で調整しながらそこはやってください。でも、とにかくベンチプレスに集中して、毎回トレーニングをするときはちょっと重くできるように、どんどんベンチプレスが上がってるようにトレーニングしてください。それが一番大切です。とにかくベンチプレスは僕は重くいくことが大切だと思うんで、5レップできる重りがいいと思います。で、毎回重く頑張ってやってってください。で、どうしてもやっぱりパンプも必要だなって思ったりする人もいると思うんですけど、そういう時はダンベルベンチで10レップやれば大丈夫です。このワークアウト少しでも参考にできたら嬉しいです。試してみて結果が良ければ教えてください。ナチュラルで筋肉を作るには一番効果的なトレーニング方法だと思います。ではみんな頑張って、この次まで。